了解。ローコめっちゃくらえ疾風陣雷丸飲みにしようかね。さあ、母の胸でお眠り。永久にね。ドシャツデラペThank you.
私はまだ死ねない、死ねないんだよ。この世の宝石を全て食べ尽くすまでは死ねないんだよ。霊力の高さだけは認めてやる。それじゃあ、あれをやりましょうか。あれって?パリ歌劇団には勝利した後の約束事があるらしい。私は不本意だ。
今日はみんなに見てもらいたいものがあってね。さ、入っといで。マジカルエンジェル、コクリコの登場だよ。僕もシャノワールのステージに立ってもいいんだって。昼はサーカスの仕事をするから、シャノワールは夜だけの出演なんだけどね。こんな子供にシャノワールのレビューが務まるのか。何言ってるんだ。あんたとコクリコとじゃ年季が違うよ。レビューに関しちゃコクリコの方がずっと先輩なんだからね。私が求めるのは完全無欠の花婿。この命、ブルーメール家の名誉と誇りのために捧げよう。次回、桜大戦3、ブルーアッシュの海賊娘、愛の御旗のもとに貴公に決闘を申し込む。
な。行くよ。それ。クリコスマッシュ。はあ、危ない。やるっつれ、羽を増やすよ。それ。やめろ。もうたくさんだ。こんなくだらない遊び、一体いつまで続ければ気が済むのだ。日本の遊びなど、どれも単純で知性のかけらもない。やるだけ時間の無駄だ。私には知性と気品を兼ね備えた西洋の遊びこそがふさわしい。低俗な日本の遊びなどできぬ。そんなことないよ。遊びは遊びだよ。日本も西洋もないよ。そこまで言うか。なら
私にも考えがある。貴公に決闘を申し込む。決闘？決闘ってあの決闘ですか？そうだ、貴公が勝てばおとなしく指示に従おう。だが私が勝った場合は。私の召使いになっても貴公に恥というものを教えてくれるわ。よいな。行くと見事だな。では当家の決闘場に来られよ。大神さんもグリシーヌさんも怪我をしませんように。神様、二人をお守りください。頑張れ頑張れ一郎、グリシーヌなんかやっつけちゃえ。覚悟はできたか。ならば勝負だ。手加減はせんぞ。
しまった。決闘の最中に何を悩んでいる。こちらから行くぞ。しまった。スケリー。軟弱者め。私はグリシーヌ様のお世話役を務めるタレブーザマス。このブルーメール家は貴族の中でもとりわけ誇り高い名門貴族。名に恥じぬよう気品を持って働くざます。大神、あなたにはメイドの補助を命じるざます。しっかり働くざますよ。わかったざますか。わかったいいざます。でも言葉まで私の真似をしなくてもいいざます。ざますか。この屋敷の住人は親方様を含めすべて女性。使用人の服はそれだけざます。むさ苦しいメイドだね。親方様を呼び捨てにするとは、クリシーヌ様とお呼びするざます。たまはほっておけ。それとタレブ、あと2名新人が来ることになった。もう屋敷に着いているはずだわ。また恥ずかしいところ見られちゃいましたね。一郎だ。かわいい。お揃いの服だね。
私の仕事です。ですから私も働けるようグリシーヌさんにお願いしたんです。こっちに来るざます。ちょっと待て、話がある。分かっていると思う。私がシャノワールに出入りしていること。それならばよいのだ。ではタレブーについてしっかりと働くがよい。
Thank you.
Thank you.
Thank you.